一杯は蚊一杯ってカウントなんですか。いや、多分、いや、別に同じ量なんですよ。あ、そうですね、皿の皿数ってことですね。なるほど。これは、いいですね。ちょっと、そうですね、楽しみと緊張と楽しいですよね、はい。あとやっぱりそうデカ盛りのチャレンジとかになっちゃいますね。あ、総合力というか、はい、でもあの母ちゃんの総合力すごいなと思ってるの、なんか他の人がクリアできないものをクリアするじゃないですか。俺見て思うのが食べ方が結構やっぱ堅実だなって。あ、そうです。ちょっと自分の中のルールというか、うん、それはありますね、やっぱりこの見てたら分かりますね。それはその水も全然無駄遣いしないっていうか、それも控えてるし、そのまあその油とか周りのものに対して強さ、メンタルの強さもありますし、でスピードもあるし、だからそのバランスがすごいから、やっぱこうなんか自分で個人でやってる時ってやっぱその対戦相手がいないから、対戦相手もこれしかないから、はい、なんか比較ができないので、でもやっぱその比較するって言ったら、その自分がチャレンジした、はい、まあ、その重量、まあ、チャレンジをこう塗り替えられるっていうのはやっぱりこう、はい、あ、超えられたっていうのが、どう攻略しようかみたいな。そうですね。あ、なるほど。だからこそ今のブリューさんがちょっとこ怖い、ちょっと怖い存在というか、今でも母ちゃんがその攻略してる時点で俺が攻略できないものたくさんあると思いますよ。でもめっちゃ美味しそうじゃないですか。めっちゃ美味しそうです、もう匂いが。いや、あの普通に美味しいんで、はい、その意味でもちょっとこのチャレンジやってみたいなって思うんですよ。じゃあスタートさせていただきます。で、これなくなったらピンポンみたいな。あ、なくなる前ぐらいに、全部観察して持ってこれるように頑張ります。了解です。でも、適正取ってって並べてば、はい、はい、じゃあよろしいでしょうか。お願いします。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。頑張ってください。
スープお願いします。
切りましたんで、誰でも頑張ってください。
30秒前です。何10秒前ですか？すごい。一瞬思ったんですよ。痩せ我慢です。ビルさんのキャパを僕は知ってるんで、だからペース遅れると絶対に負けるなと思ってたんで、詰まりはちょっと遅らせちゃったんですけど、後の方にちょっと嫌なところでっていうか、ちょうど差が縮められてきて、あーちょっとやばいなって思っていったところで、ちょっと焦りっていうか詰まりに負けちゃった。なんてことした。でも僕、リュウさん、詰まるとかがもしなかったら、多分負けてると思いました。いや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 、あのペース、あのペースがね、母ちゃんがすごい
なんか後半結構だスピード落ちなかったですもんね、見てて。そうですね。それがすごいなって。すいません、何杯か数えていただいてもいいですか。はい、よいしょ。部屋が1、2、4、7と10が2枚なんで27、7皿です。もうこれでも最高記録だもんな。つまりこれはベストを尽くしたってことなんですけど、失礼いたします。これちょっとカウントなしで。そうですね、カウントなしで。こちら外させていただいて、9枚と10が2枚なんで29歳です。すごい、すごい、ありがとうございます。圧倒的すぎて、俺これでも最高記録なんですよ、30分の。でもリュウさん、なんかやることに強くなってってますよ。いや、でも29、30分って当てるんですからね。いや、すごいな。リュウさんめっちゃ早かったですよね、最初。いや、スタート早かったですよね。バケモンと思うよ、この暑いのよくこのスピードで食べれるなと思って。お二方ともです。いや、でもすごい、本当にすごい人やなって。いや、僕結構今、あのちょっとこの唇の裏ちょっと逆動しますよね。やっぱでもこれだけやっぱガチでやらないとやっぱ勝てない、あの対戦相手なんだったんで、いや本当すごいなと思って。ありがとうございます。いや光栄です。なんかまた勝負してください。いや、もうまた、はい、遊んでくれたら、また違う機会の勝負でまた。そうですね。でも多分ね、これなんか別の時間が伸びれば伸びるほど僕は差広げられる感じだと思うんで。いやー、つまりな。